それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。まずは先行争い、何が花に立つでしょうか。アナザートゥルース、前に行きそうです。アナザートゥルース、先手を取りました。エルデュクラージュ、そのうちに続いています。並んで6番テリオスベル、リクテオン、それに続きます。その隣にハギノアレグリアス、内からはサンマルエンパイア、内からはセラフィックコール、青の帽子オーエースシェフ、その後ろ、その後ろからはマンガン、並んで7番トーセンブル。第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過しています。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。この集団にロードレガリス、各馬砂煙を上げてかけていきます。さて先頭に戻りましょう。6番デリオスベル、レースを引っ張ります。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。リードは1馬身から2馬身、これに続くのがサンマルエンパイア、少し間が空いてエルデュクラージュ、これに続いてオーエースシェフ、その外にハギノアレグリアス、並んで11番アナザートゥルース、隣にはリクテオン、セラフィックコール、それに続いています。その外からロードレガリス、並んで7番トーセンブル、最後方にマンガン、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。前はテリオスベル、2番手はサンマルエンパイア、間を挟んでリクテオン、3番手、後続集団も追い上げにかかります。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。テリオスベル先頭、しかし後続も伸びてきた。さあ先頭はハギノアレグリアス、セラフィックコール迫る、セラフィックコール差し切った、セラフィックコール、セラフィックコール1着、2着以下は混戦です。セラフィックコール見事このレースを制しました。スタートしました。ポンと飛び出したのはサンマルエンパイア、綺麗なスタートを切りました。サンマルエンパイア、この辺りも前へ行きます。先手を取ったのはサンマルエンパイア、その外にテリオスベル、エルデュクラージュ、それに続きます。その外からアナザートゥルース、ピンクの帽子ハギノアレグリアス、その後ろ、ここにリクテオン、セラフィックコール、すぐ後ろ、並んで4番オーエースシェフ、すぐ後ろにロードレガリス、これに続いてマンガン。第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過しています。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない流れです。しんがりからトーセンブル、各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。6番テリオスベル、レースを引っ張ります。リードは1馬身から2馬身、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。これに続くのがサンマルエンパイア、少し間が空いてエルデュクラージュ、セラフィックコール、それに続いています。その隣にリクテオン、その横にハギノアレグリアス、すぐ後ろにアナザートゥルース、その後ろからはオーエースシェフ、ロードレガリス、上がっていきました。マンガン、それに続いています。最後方にトーセンブル、もう一度先頭から。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。前はテリオスベル、テリオスベル、後続を突き放す。2番手はサンマルエンパイア、ハギノアレグリアス、3番手。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。テリオスベル先頭、内からはリクテオン、先頭変わってリクテオン、2番手はハギノアレグリアス、これは強い、リクテオン1着、2着はハギノアレグリアス、3着にセラフィックコール、リクテオン見事このレースを制しました。スタートしました。各馬綺麗に揃いました。さあ花を奪うのはどの馬でしょうか。テリオスベル、前に行きそうです。テリオスベル、先手を取りました。アナザートゥルース、それに続いています。その隣にハギノアレグリアス、エルデュクラージュ、そのうちに続いています。すぐ後ろにサンマルエンパイア、その外からリクテオン、内からはセラフィックコール、その外にオーエースシェフ、オレンジの帽子ロードレガリス、その後ろ、内からはマンガン、
最後方に東線ブル、第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過します。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。6番ヘリオスベル、依然として先頭、3馬身半ほどのリード、短期の逃げに持ち込みました。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。そして大きく離れてエルデュクラージュ、この位置です。アナザートゥルース、その前に進出、間が空いてハギノアレグリアス、セラフィックコール、すぐ後ろ並んで2番サンマルエンパイア、この位置にオーエースシェフ、その横にロードレガリス、すぐ隣にディクテオン、その後ろからはトーセンブル、しんがりからマンガン、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭はまだ6番ヘリオスベル、2番手はアナザートゥルース、ハギノアレグリアス、3番手後続集団も追い上げにかかります。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。テリオスベル先頭、外から追い上げてくるハギノアレグリアス、ハギノアレグリアス、さらに突き放します。2番手はセラフィックコール、ハギノアレグリアス、まさに完勝、今ゴールイン。2着はセラフィックコール、3着にテリオスベル、勝ったのはハギノアレグリアス、このレースを制したのはハギノアレグリアス。スタートしました。各馬きれいに揃いました。さあ花を奪うのはどの馬でしょうか。ヘリオスベル前に行きそうです。ヘリオスベル先手を取りました。その外からアナザートゥルース、内からはサンマルエンパイア、赤の帽子エルデュクラージュ、その後ろ、その外にハギノアレグリアス、並んで9番ディクテオン、すぐ後ろにオーエースシェフ、その隣にセラフィックコール、その外にロードレガリス、マンガン、そのうちに続いています。最後方にトーセンブル、第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過しています。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。各馬砂陣を巻き上げ進んでいきます。もう一度先頭に戻りましょう。6番ヘリオスベル依然として先頭、リードは1馬身から2馬身、エルデュクラージュ、それに続いています。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。サンマルエンパイア、すぐ後ろ、これに続くのがアナザートゥルース、並んで9番ディクテオン、ここにつけたのがオーエースシェフ、その外にハギノアレグリアス、内からはセラフィックコール、その外にロードレガリス、これに続いてマンガン、しんがりからトーセンブル。さて先頭を見てみましょう。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭は依然として6番テリオスベル、2番手はエルデュクラージュ、ハギノアレグリアス、3番手後続も追い上げていきます。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。テリオスベル先頭、しかし後続も追い上げる、ハギノアレグリアス手応えは悪くありません。前を捉えられるか。2番手はセラフィックコール、テリオスベルゴールイン。2着にはどうやらハギノアレグリアス、3着にセラフィックコール、勝ったのはテリオスベル、このレースを制したのはテリオスベル。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。さて何が行くのでしょうか。アナザートゥルース、前に行きそうです。エルデュクラージュ先手を取りました。その外からハギノアレグリアス、内からはテリオスベル、その後ろからはディクテオン、サンマルエンパイア、そのうちに続いています。セラフィックコール、それに続いています。その外にオーエースシェフ、さらにはロードレガリス、マンガン、それに続きます。しんがりからトーセンブル、各馬雨の中をかけていきます。第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過しています。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない流れです。前の方からもう一度、3番エルデュクラージュ、依然として先頭、その隣にテリオスベル、そして大きく離れてアナザートゥルース、この位置です。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。内からはセラフィックコール、これに続いてディクテオン、並んで4番オーエースシェフ、すぐ隣にサンマルエンパイア、隣にはハギノアレグリアス、ロードレガリス、すぐ後ろ、内からはマンガン、最後方にトーセンブル。さて先頭を見てみましょう。6番テリオスベル、一気に先頭に立ちました。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭は依然として6番テリオスベル、テリオスベル後続を引き離す。2番手はエルデュクラージュ、セラフィックコール、3番手。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。テリオスベル先頭、差は3馬身、後続の手応えもいい。テリオスベル先頭、セラフィックコール、さらに突き放します。2
2番手はビクテオン、セラフィックコール、1着、2着はビクテオン、3着にテリオスベル、勝ったのはセラフィックコール、このレースを制したのはセラフィックコール。スタートしました。各馬きれいに揃いました。まずは先行争い、何がいくでしょうか。アナザートゥルース前に行きそうです。アナザートゥルース先手を取りました。テリオスベル、そのうちに続いています。その隣にエルデュクラージュ、これに続くのがハギノアレグリアス、ビクテオン、すぐ後ろ黒の帽子サンマルエンパイア、その後ろ、すぐ後ろにセラフィックコール、その外にオーエースシェフ、その外からロードレガリス、内からはマンガン、最後方にトーセンブル。第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過していきます。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。各馬雨の中をかけていきます。さて先頭を見てみましょう。6番テリオスベル、一気に先頭に立ちました。その後ろにアナザートゥルース、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過、少し開いてエルデュクラージュ、すぐ後ろにセラフィックコール、並んで9番ビクテオン、ここにサンマルエンパイア、その外にハギノアレグリアス、並んで8番ロードレガリス、この集団にオーエースシェフ、すぐ後ろにトーセンブル、しんがりからマンガン。さて先頭に戻りましょう。6番テリオスベル、依然として先頭。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。先頭は依然としてテリオスベル、テリオスベル、さらにリードを広げました。2番手はアナザートゥルース、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。短い直線に入って後続は届くかどうか。テリオスベル先頭、外からハギノアレグリアス先頭、2番手はセラフィックコール、ハギノアレグリアス差を広げる、先頭はハギノアレグリアス、1着でゴール、2着はセラフィックコール、3着にビクテオン、勝ったのはハギノアレグリアス、このレースを制したのはハギノアレグリアス。スタートしました。ポンと飛び出したのはアナザートゥルース、綺麗なスタートを切りました。ダッシュをつけてアナザートゥルース行きました。アナザートゥルース先手を取りました。これに続くのがエルデュクラージュ、並んで6番テリオスベル、ハギノアレグリアス、それに続きますサンマルエンパイア、そのうちに続いています。その外にビクテオン、内からはオーエースシェフ、その隣にロードレガリス、セラフィックコール、すぐ後ろ黄色の帽子マンガン、その後ろ第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過します。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない流れです。最後方にトーセンブル、各馬雨の中懸命の力走です。前の方からもう一度一気に先頭に立ちました。6番テリオスベル、リードは1馬身から2馬身。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。アナザートゥルース、それに続いています。そして大きく離れてエルデュクラージュ、この位置です。並んで2番サンマルエンパイア、この位置にハギノアレグリアス、ロードレガリス、この馬もこのグループ、隣にはビクテオン、これに続いてオーエースシェフ、並んで1番セラフィックコール、ここにつけたのがマンガン。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。先頭は依然としてテリオスベル、2番手はアナザートゥルース、ビクテオン、3番手、後続も追い上げていきます。さあ直線に入りました。ここの直線は短い、テリオスベル先頭、しかし後続も伸びてきた、ハギノアレグリアス足を伸ばす、この差は果たしてどうだ。2番手はセラフィックコール、先頭はテリオスベル、1着でゴール、2着はセラフィックコール、3着にビクテオン、テリオスベル見事このレースを制しました。